ばしておいて、そして下げを噛みつめる。相手の長いものは届きません。これで当たりを使う。この方法を座学理の術。今真っ暗だと思ってください。敵の忍者に進みやら今何をやったか早くて分からなかった。スローモーションでも見てなさい。忍者の戦い方には意味があります。今長くなってましたね。ちょんと当たった瞬間に相手が効いてきました。刀は当ててません。刀と刀を当てるのは下手な勝負です。刃こぼれしたり刀が痛みます。だからなるべく当てない方がいいです。しかし月は早いですからどうしても間に合いません。その時は刀の裏を使う。胸と言います。相手が刺していたら胸で払います。手首が近くに来るからバーッと出ればいい。足が出てるから歩けません。最後に首に持ってきますが、これも当てません。ミニカでございます。これから皆様に楽しい曲芸をお見せいたします。まずはこちら、一生ます。一生ますます健康に栄えますように。そして皆様のお金回りが良くなりますように。ミカからのおまじないでございます。輪を持って丸く仲良く。そして皆様のお金回りが良くなりますように。ミカからのおまじないでございます。ほっ、おめでとうございます。ありがとうございます。マスクはたくさん来たので、ミカからさらなるおまじないをいたします。お給料が上がりますように。上がりますように。そしてお小遣いが上がります。もう2、はい、皆様のお金回りが良くなりました。ありがとうございます。くのいちみかの笠回しお見せいたしました。どうもありがとうございます。皆さんがよく時代劇で見るのは、これをぐるぐる回しています。まずこれがなぜ回しているのか。大勢の敵に囲まれたとき、その敵を寄せつけないようにしているんです。しかし今の方法では遠心力が大きいですから、例えば頭を狙っても滑稽に受けられます。足を狙っても着地して受けられます。では相手を倒すのにはどうしたらいいか。それはスピードといかに早く技をかけるかです。この鎖と寸胴を手の中に隠しておきます。これを忍者の隠し技と言います。私どもは長いものを持っているから有利ですから、相手がかかってくるのを待っているから、相手が仕掛けてきたら先に手をぶつける。この手に渡して足を取ります。足取りの技と言います。相手が転んだところを宮本武蔵は2頭の刀を持っています。これを2点一流と言います。こういう場合はどうしたらいいか。短い刀を脇差しと言いますが、前に出てますね。さっきも言ったように近いところを狙います。ですから寸胴でまず脇差しを払います。そして相手がかかってから腕取り、引っ張っておいて。これを腕取りの技と言います。槍とか忍者刀は刺すための武器ですから、相手が突きできた場合はどうしたらいいか。これも寸胴を握って3分の1鎖を持つ。相手が突きできた場合、サッとこう入れるんです。ここで鎖をねじます。鎖が長いから遠心力で簡単にかぶすことができる。伸ばしておいて鉄の玉に顔面を砕いてあげます。では早く起きてください。